こんにちは今日はですねサンクレッチェレジーナ対エルフェン埼玉の試合の、まあ、試合後のまあちょっとした動画を、えー、上げてみたいと思います、まあ、ちょっとあの先週のアイナックの勝った試合はちょっと僕が柏レイソル戦で見に行ってミニターンに負けたというショッキングなあのことでちょっとこのレジーナの試合をちょっと飛ばしてしまったんでちょっと今日は まあまあ勝ったからっていうわけでもなく、本まはやりたいんですけど、ちょっとショックで、ちょっと困ってたっていうのは、ショックでちょっとやってなかったっていうのが、あの、理由です。矢野選手がちょっといませんで、したすいませんであの試合自体は4-0で勝って、まあ、結構圧倒してたんですけど、まあ、圧倒できたよねっていう、この理由というか、まあ、自分なりにやってみたんで、お願いします。 まず、その、相手4、4、2で来て、まあ、この4、4、2の2がこの2人なんですけど、この選手があまりここにプレッシャー来るわけじゃないので、あの、松原選手っていうのが前に行けるんですよね。木崎選手とか。が、こういうところで取れるんで、もう、これを取れるって言ったら、もう絶対この選手はこう、つり出されるに決まってるんですよ。ってなると、この選手は戻るっつったって、まあ、こうなったとしても、この選手を使って、こういうふうなボール行けるだろうし、 まあ谷口自体もこういう動き自体はずっとしてるんで。だからここの位置によっては、まあ、ここで取ればここで取るで、まあ、あの、川島の中にいるか、ここにいるかで、こう繋げるし、で、谷口こう走るかできるし、まあ、このサイドバックの立つ位置にもよるっすかね。まあ、ラインにこう立つか、まあ、こう立つかによっては、見える位置が変わるんで。ってなったら上野が出るか、あの、川島がサイドにいるか。でも、これは、でも、これ、継されてるんで、 これの下は前向きでここでもらえるんで、結構有利なんですよね。で、まあ、それを、あの、もう、初めるライン設定はこの選手が行きます、この選手も高い位置取りますっていう位置で、もうこのサイドバック潰しというか、もうここにプレッシャーを常にかけるんだっていうサッカーをするんであれば、まあ、あの、また展開が変わったのかもしれないですけど、まあ、そうなるとフィジカルがすごくいるんので、なかなか難しいんだとは思うんですけど、まあ、そういうサッカーをしてたんで、広島が有利にボールを。 あ運べてましたよねそれプラス、あのー、この選手らが、ここの位置までボールを運んだときにね、ここの4人がしっかりこう押し上げるんで、ここで例えば取られたとしても、またこういったボランチとか、サイドバックが前にまたプレッシャーかけれるんで、だから自分らのボール支配率もちょっと、あのスタッツ類自体はちょっと分かんないんですけど、多分高かったんじゃないかなとは思うんですよ。それは、あの、ただ単に、あの、 フォワ,ワードがここに来ないから、サイドバック上がってる、渡す。でも、ここマーク疲れてるよねと。だからちょっと出せないよねってなった時に、返せるっていうその安心感もあって、あのボールっていうのはなかなか失うことが、自分らのミス以外で、あの失うことがなかったんで、自分ら主導であの試合進めているので、あのボール支配率は上がったんじゃないかなと思いますよね。で、まあ、ここの、 この位置結構大事なんですよね。広島も、あの、男子の方もやってるんですけど、あの、フォワードに渡った時にしっかりラインを上げて、次取る準備をするっていうのが結構大事で、それをしてたら、あの、奪われたとしてもすぐに、あの、守備にスイッチできるんで、あの、それが、まあ、あの、鹿島アントラー戦でもいい結果を出招いたんじゃないかなと思いますね。 でアンカーの位置が、まあ、広島の方、サンフレッチェの方が、ノツダがやってるんで、まあ、次も出るとは思うんですけどね、イエローが溜まってくりゃ、また違う選手があそこやるようにはなると思うんですけど、ノ、まあ、津田も頑張ってあのやってるんで、もう、ヴァンフォーレ行ったりし、なんかいろんな仙台行ったり、新潟行ったり、もいろんなチーム行って、やっと帰ってきて、もう今、輝いてる選手なんで、また見たいですよね。 でまあ、レジーナの方に話戻すと、ここのラインセットしっかりしてるんで、だから奪われた後もしっかりできるよねっていうことで、でサイドバックの方もあもしっかり持てて、ゲームを作れる位置に立っててあの、こういったコンビネーションを作って攻めてたりしてるんで、だからあの結局サイドバックも上がっていい位置でボール回すんで、あの2点目とか松原とかは、ここまで押し込んでて、ここからシュート打って入れてるんでね。 まあ、そういったところもあるんで、あの、とにかくボールをもともと回すというコンセプトのチームが、あの、距離感が良くなって、あの、距離感が良くなるっていうのは、この、そもそもの位置、プラス、ディフェンスラインがしっかり上げてるんで、守備と攻撃の距離感がすごい良くなったんで、あの、ああいったいいゲームができたんじゃないかなと思いますので。で、まあまあまあ、あの、しっかりね、あの、立ち位置しっかりして、ここの、 りとここの中をしっかり作れるんで両サイドはだから結構、あのボール回してても、そんなに苦しくなく、自分らがも持たされてるっていう感覚よりかは、しっかり押し込んでるっていう感覚で、ボール持ってたんじゃないかなとは思うんで、まあまたね、あの日程が次どうなるかわかんないんですけど、あのサングラスの方はあは、来週、あのあと列とするんですけど、 まあ女子のレジーナの方のちょっと日程分かってないんで、あれなんですけど、また試合があればこうやってちょいちょいやっていきたいなと思います。レジーナのこういうサッカーしてたらもうちょっと順位上がってもいいとは思うんですけどね。まあちょっと今が8位かな。8位でもうちょっと上の方狙えるとは思うんで、大宮にも勝ってるし、アイナックにも勝ってるし、まあなかなかいい、いいレベルのサッカーをしてると思うんで、もうちょっと ま、来年っていうのも楽しみではあるんですけど、あの、今年も今年でまだ順位上げれると思うんで、いいサッカーしてるんで、ちょっと応援したいな、応援してはいるんですけど、ちょっとレ動画も一緒に上げていきたいなと思います。今日は以上です。ありがとうございました。